はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ増税まで実質最大 5% 還元が確定。楽天カードユーザーお得なキャンペーンが続く、おまけありということで、今回は楽天ペイのキャンペーンが延長されるということでお伝えしていこうと思います。ということで早速なんですけども、こちらですね、楽天ペイに設定した楽天カードのお支払い分が期間中ずっと実質最大 5% 還元ということで、現在も開催中のキャンペーンとなっていますが、ここのあの期間がですね、もともと第1弾だけ発表されていてですね、これが5月の15から7月の1日までだったんですけども、今回こそっとですね、第2弾もすでに発表されていまして、まあ期間が7月の1日から9月の30日までとなっています。なので、まあ増税までこのまま続くということになりますね。まあ一応下の概要欄にですね、今回のキャンペーンについて解説した動画もあるので、そちらのリンクを貼っておきますので、まだご存知でない方いらっしゃいましたら、そちらの動画もチェックしてみてください。お伝えすることは以上と思ったんですけども、このまま動画で終わってしまうと動画の尺的にちょっと短すぎるので、まあおまけということで、ここからは僕がですね、楽天ペイをここまで使ってみて、まあ少し気になったことについて簡単に3つまとめたのでお伝えしていこうと思います。まず1つ目っていうのが、まず利用店舗が少ないということですね。使い始めた時は確かに多くはなってきていると思うんですけども、まだ比較的に少ないっていう印象がありますね。あとですね、まあなんといっても使えるお店の確認方法がとにかく使いにくい印象というのがあるんですよね。まあ他社は結構マップと連動するところが多いんですけども、楽天ペイは現在地から探すことがすぐできても、まあマップから見れないっていうのはちょっと不便だなというふうに思いますね。で、2つ目っていうのは楽天ポイントが使えるということで、まあ会計時に楽天ペイが使える飲食店やもしくはコンビニとかでポイントでお支払いも可能ということになってます。で、3つ目っていうのは楽天カードの相性がとにかくいいんですよね。まあ楽天ペイに楽天カードを紐付けしていれば、まあ通常200円のお買い物で1ポイントもらえるんですけども、100円で1ポイントもらえるっていうのは、まあちょっとお得なのではないのかなというふうに思います。で、まあ今回のキャンペーン含めてですね、楽天カードのユーザーでコンビニとかよく利用される方であれば、まあちょっとお得になるのかなというふうに思いましたね。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。楽天ペイのキャンペーン延長と、まあ楽天ペイを実際使ってみて、まあちょっとした思ったことについてお伝えをしました。まあ楽天ペイの場合ですね、他のスマホ決済のキャンペーンをしてない時に、まあよく使うっていうことがあるので、まあこれは個人的にはすごい助かってますね。まあ今後もうまく使っていきたいなというふうに思っています。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。